皆さんこんにちは、滝沢和大でございます。今回の動画はなんかこのギターを買っちゃいました、みたいな感じの、そんな感じの雑談動画でございます。なんかこう機材紹介というほどそんなしっかりしたギターではなく、なんか普通にこうネット見てたらね、なんか面白そうなの見つけたから、なんかついついポチっちゃいました、みたいな感じの、そんな感じの雑談動画でございます。まあのほほんとねしながらね、ギターでも練習しながら、眺めていただけるといいかなと思うんですけれども、まあそんな感じの動画でございます。よかったら楽しんでみてくださいませ。とりあえず物が届きました。先日ネットでちょっとポチッとですねして、忘れてたんですけども、中国の方から、送られてきているみたいです。差出国チャイナってありますけども、すごい厳重な梱包ですよね。セロテープというかセロファンテープっていうんですかね。でもすごい厳重にぐるぐる巻きに、されております。でなんかねすごいあのハードケースっぽいんだけどね、すごいね軽い、なんか中に何入ってんだろうっていうぐらいね、すごい軽いんですよ。でちょっとこの周りの側からちょっとこの剥がしていきましょうか。もうすごい厳重に、なんかこのガチガチに固められてるんで、ちょっとこれはですねテープを一つ一つ剥がしてたら間に合わないんで、ちょっとこのがっつりとハサミで切っちゃいたいと思います。こんな感じで、でこの気になるねギターなんですけど、アコギです、アコギです。あの、ね、ちょっとまあそのね、あの海外のなんかこの通販サイトっていうんですかね、なんかそういうのを見てて、別に全然買う気なかったんですけど、別の買い物してて、なんか全然買う気なかったんだけど、プッと出てきて、なんかああいう面白そうと思って買っちゃったんです。120ドルだから、まあ1万円、3、4千円ぐらいかな、日本円で言うとすると。120、30ドルだったんですけども、いやでもこの価格でこれだったら全然いいんじゃねみたいな感じでちょっと買ってみたんですよ。お、すごい、これセミハードケースだ。え、すげえ。え、これケースだけでも結構いい感じがしますけどね。ね、120ドルでセミハードのソフトケースついてきてますよ、これ。すげえな。ほら。しかもちょっとなんかいい感じの、これセミハードじゃない？なんか。割となんかこれ使えるそうな感じっすよ。すごい軽いし。ほんとこれギター中身入ってんのかな？ちょっと中身を取り出してみましょう。どんな感じのギターでしょうか。ちょっとね、写真見た感じね、なんか割とね、高級感あるというかね、いい感じのギターでした。中身こんな感じでございます。ババンババンバン。ご対面。あれ開かないぞ。なんか膨らまれてます。てか、このハードケースすごい。このセミハードケースすごい。これだけでも全然買う価値ありやわ。すっげえ軽い。俺今度からこれマチコこの中に入れよう。普通にめちゃめちゃいいわ、これケースが。で、ギター本体が、なんかもうケース本体なんだかギター本体なんだかわかんないですけども、こんな感じでございます。軽っ。何でできてんだろう、これ。おー。こんな感じの、ちょっとこのマットな、この家具調っつうんですかね。ちょっとこの、模様、木目の模様が少しこう効いているようなギターでございます。でこのメーカーがギタリストって書いてありますよ。ギタリストどんなやねんって感じですけど、一応こうなんか検査しましたよみたいなシールが貼ってあるんですけど、まあまあ合ってないようなもんでしょう、こんなのは。中国語なんで何にも読めません。おお、音が出ますよ。音が出ますよ。ちょっとカメラの角度変えましょうか。とまあ構えてみるとこんな感じですね。まあこの塗装のこの模様はもうこれ完璧、まあプリントだと思うんでね全然木目とかじゃないと思うんですけども、まあ全体的にちょっとこう安っぽい感じはまあ否めないですけどね。まあこれは値段相応という感じでしょう。で塗装の方もまあ全体的に結構綺麗に仕上げてあるとは思うんですけれども、まあよーく見るとね、なんかちょっとこういうところにその傷というか塗装ムラみたいなのがあったりとかして、なんかちょっとまあ値段相応かなって感じはしますけれども、でもまあ1万4000円とかでこれが買えればまあ全然十分万々歳なのかなっていう感じは、すごくします。でおそらく集合材だと思うんですけども、木でできておりますし、なおかつそのトップがありますし、そのトップにこのねサイドがつながって、なおかつそのバック材もちゃんと入っていると。でネックがあるんですよ、ネックが。でエンドピンもしっかりついている、エンドピンもついている。でもちろんブリッジがついていて、ピンがあって、弦が張ってあって、サドルがあるってことは、もちろんフレットもあるし、ナットもあるし、ペグがある。で、ペグがあるっていうことは、もちろん、ワーオ、チューニングができるぜ。ワーオ。で、そのフレットがあるっていうことは、もちろん演奏ができるぜ。
ペズマチューニングしましょうか。こんな感じ。価格のギターだからもうそれをもうね買ったばかりでも惜しみなく叩きますね。別にぶっ壊れてもいいやぐらいの気持ちで。意外とこの高音が(笑)いい感じに響いております。チューニングができますよ。すごいっすね。チューニングちょっとチューニングしっかりしていきましょう。まああの前にやったあの禅のプレイテックというメーカーの禅というギターがあったじゃないですか。なんか5980円だか6980円だか、まあ、めちゃめちゃ安いなって言ってたギター。あの時も全く同じことを言ってたんですけども、この、ね、弦でねすごい損してる気がする。これ弦がねもうちょっとね良ければねもっと使えるとかするんですよ。ただ弦が結構しょぼいんでどうしてもなんかこうねあのザラスっぽい音とかでしてしまうと、うん、ペグの操作両方です。いい感じです。ほらちゃんとチューニングができている。ほらじゃん。わお、ちょっと怪しい。いい感じです、いい感じです。いやちゃんと音が鳴りますよ。軽快。
怪しい感じですけども、全体的に概ね良好でございます。で、これ今買ったばっかなんでね、その届いたばっかだからさ、そのネックの状態があまりよろしくなくて、ちょっとこうパーッと見てみると、その弦に引っ張られて少しこう順ぞりされている感じなんですよ。なんでちょっとこれを、ネックを調整してみましょうか。トラスロット入ってますよ！ありますよ、トラスロットが。ネジ入ってますよ。このトラスロットをネジを回すことによって、ネックを調整することができると。素晴らしい！ちゃんとトラスロットも入ってるんです。このギター、侮ることなかれ。ただの安ギターだと思ったら大間違い。なんとトラスロットが入っていることによって、ネックも調整できるはずなんですけど、ちょっとなんか光景が合わない、ちょっと待って。なんか謎の光景かもしれない、これ。これは、付属のトラスロットがあると信じたい。しかしこれさっきも言ったけど、このケースすげえな。これ付属っすよ。ちょっとこのケースだけでもちょっとすごくない？ 1万4000円とかでギターついてきて、このケースついてくんですよ。これケースすごいいいっすよね、これ。全然ケースあり。全然あり、これ。なんかこの、セミハードで、軽量で、僕あのポケットとか全然いらないタイプなんで、なんかむしろこのケース、買ってよかったかもぐらいの勢いっすね、今。別にこのポケットとかね、最小限とか別になくていいっすよ。なんかこれほんと正直なんか、もう合ってないようなもんじゃないですか、こんな薄さなんて。で、この中の方に、なんか一応このこういうポケットが入ってて、で、この中にもいろいろ入れたりとかするんですけども、結構しっかりしてる作り。え、これケースあり、マジで。すげえ。で、ちょっとそれじゃない、トラスロット。トラスロット、マンシャインだ。ありましたよ。こんな感じの。なんかこうキットが入っております。この中にきっとトラスロットを調整するための六角レンチが入っているに違いない。おお、すごい。ピックガードがついてます。このギタリストっていうメーカーの名前、これ本当どうなんだろう、ギタリストって。で、これはあれですね、ケースのこの肩から勝負食べのやつです。これはまあ安かろう悪かろうだからしょうがないんですけど、多分これね、しばらく使うとね、速攻ね、この金具の部分がね、折れると思います、この細さだと。意外とこのね、背負ってる時のこうね、金具への負担ってすごい大きいんで、多分この細さだとね、多分ね、しばらく外に出たら多分折れますね、すぐに。これはまあしょうがない。これはまあしょうがない。で、そうじゃなくて、私が求めているのは、ロットなんです。あー、すげえ！弦がついてる。ギターコッパー。1048というちょっと不思議なゲージの、セットが A クラス弦がついております。すごいな、弦がついてるぜ。で、他にはこれが六角レンチ、ありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます。で、これは説明書なのかな。 Dear friend, have a nice day, eat here、nice to hear that you are here, received the order. Thank you for your always support. We hope you are satisfied with the items and look forward to do more business with you in future. まあ、とりあえず気に入ってくれることを願ってるぜと。なんかいろいろとこのプロダクトなんかね、楽しみしててねっていうのは、そんな感じのあれでございますよ。で、それはいい年で、そのロットを回したいんです、僕は。これです。このロットを回すことによって、さらにこのギターが良くなることでしょう。でも、この辺はさらに音が出なくなることでしょう。これ、刺して噛み合わなかったらちょっとウケるよね。締めたいので、時計回りです。お、回るよ！回ってるよ、トラスロットがもう。全然関係ないけど、すごい昔、なんかこのトラスロットのことをトラストロットって言ってる人がいて、なんかこの、どうしようかと思ったことがあります。結構そういうの難しいよね、トラストロットっつって。いや、トラスロットだからってなんか言いようかと思ったけど、でもすごいね、40後半の年配の方だからさ、なんか堂々となんかこう、ね、トラストロットはさ、みたいなこと言ってるから、なんかこうね、すごい正しにくいっていうのが、そういう経験がありますよね。どっちがいいんですかね。でも、優しさ的には、その人間としての優しさ的には、間違いを正してあげる方が優しいと思うんですけども、ちょっとそういうのと言いにくいですよね。どう正していいかわからないというか、早く回せって話ですよ、その雑談はいいから。早くトラストロット回せって話ですよね。時計回りね、このグイグイ回していくわけですよ。これバキッて言ったら面白いですよね。壊れたっつって、まあ、このぐらい回せばいいんじゃないでしょうかね。あ、回すことによってネックの状態が変わってきましたよ。すごいですね、トラスロットを回したらネックの状態が変わってきたんだよ。すごいよこれは。だって回ったら変わるんだぜ、トラストロットはよ。出ちゃったブルネックでよ、トラストロット、まあ、はいねこれ。
プラス取ろうとよ。でもそろそろちょっと限界が近いかもしれない。ちょっと周りが渋くなってきました。いいでしょう。さあこれでチューリングをして音を鳴らしたときにどのぐらいの音が出るのか、それが楽しみでございます。私の予想、結構音が出なくなる気がします。私の予想、さっきの時点でも結構怪しかったかな。こんなに原稿避けちゃったら多分出ないじゃんかしら。これを安いと取るか高いと取るかはちょっとこれ微妙なラインだな。なんか面白い動画ネタとして面白いかなと思ったんですけど、結構微妙なラインでしたね。これがまあ130ドル、まあ値段相当取るかちょっと高いと取るか、まあそのサウンドハウスのね、そのゼンとかプレイティックのね、その出来が良すぎるんですよ。あれだってね、6000とか7000とかであのクオリティじゃないですか。でそれの2倍のコストって考えると、っていう感じではあるところではありますが、まあ逆に言うとそのサウンドハウスが良すぎるっていうところもちょっとあると思うんで、まあそれと比較してはいかんと。なんでまあね、1万4000円とかでまあこのギターが手に入ると考えれば、まあ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 でしょうって感じですね。まあまあでしょう。このギタリストっていうメーカーの、機種名が AH1 というギターみたいでございます。すげえ軽いマジで。これ、この集合材もね、このね、骨密度というのはね、なんかその木の密度ってどのぐらいなんだろうって心配になるぐらいに、えれい軽いです。まあ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 って感じでしょう。まあ多分調べれば出てくると思うので、興味があったらちょっとチェック出してみてくださいませ。けど僕はね、もうこれよりも、このギター本体よりも、このね、このケースをね、押したい。これね、ケースは飛んだ大誤算。これすげえ。まさかこんなしっかりしたセミハードケースがついてくると思わなかった。これまあちょっとこのケースでその130ドルって言われるとちょっと高いなって感じはしますけども、でもこれね割とね7000円くらい出してもね僕はね納得です。そのぐらいのこの強度とあの軽さ、こういうケースでさ、ほら軽さが勝負なんですよ本当に。そのできるだけ軽い方がさ、ほら電車移動とかさすごい楽しいんじゃないですか。だからそのできる限りその軽いところで行きたいんですけれども、なかなかねこう軽いのじゃないんですよ。でいいケースになると高機能すぎてさ、その、なんだろう、その、こういうところにさ、その、なんだろう、この強度を増すために、こう、布がたくさん貼ってありますとか、そのポケットがたくさんありますとか、ここにも実はポケットがありますとか、だからそういったものがいろいろついたりとかして、結果的にその、重くなっちゃったりとかするときも多々あるんですけども、このケースに関しては、そういった余計な機能が一切ないんですよ。で、金具とかも、これはまあ、良くも悪くもですけども、結構しょぼいと。なんで、これは軽量化につながってるわけでございます。この辺のしょぼさは。だからもう使わないっていう選択肢です。これに関しては。使わない。だから今度ここで持つだけ。もう使わない。で、このポケットとかもそのね、正直こんなちっちゃい、もうペラペラのポケット何入れるんだって話じゃないですか。こんなもん入れるとこ何もねえぞと。なんかこんな、何入れるのこの野郎って感じなんですけども、これはもうね、もう使わない。
使わないものなんです。使っちゃダメなものなんです。なんでこのケースの中で一番使えるところはここですね。ここにそのチューナーとかカパタスとかいろいろこう入れると思うんですけども、ここはまあ使ってもいいところでございます。ここはそこそこ入るからここ使ってもいいところ、他のところは使っちゃダメ、そんな感じでいくとすると多分これはすごいいい感じにいけるんじゃないでしょうか。ちょっとこれ入れてみましょうか。マチコ、これケースが厚いわ。今回の商品はこれケースが厚いわ。ちょっと僕がいつも使っているケースこれなんですけれど、この今そのトライバルプラネットの、このセミハードケースですね。これね、なんかね別に嫌いなわけじゃないんだけど、ちょっとね惜しいんだ、いろいろ惜しいんだ。何が惜しいかっていうと、このね外側のこのねケースのところがね意外とねやばいの。これすごく柔らかいの、ほらすごくない？ブリンっつってでね、そこそこね重いので、このケース部分というかこの蓋というかそのねこのなんだポケット部分、これぶっちゃけマジいらないんだ、全然いらないんだ。サイズ的にすごい使いづらいしさ、マジいらないんだ。だから本当にいらないの、全然なくていいの。それに比べてこの軽さよ。これ入ったら俺上がるわ、これ入ったら俺上がるわ、このケースの中にマチコさん入ったら俺これ上がるわ、お願いします、これケース入ったら上がるわ。あー買った目のところが入らない、微妙に入らない、微妙に入らない、微妙に入らない、入らないかな、お願いしますよ、ちょっと入りませんか、ちょっと入ってほしいな、入ったらいいじゃん、入ってみたらどうよ。シェイプが微妙に違って、入りません。なので、このケースベタ褒めしましたけども、この AH1 専用ケースということで、トリプル O サイズ入りませんので、テンションが上がることは、なかったです。はい、以上今回のギター紹介は、ギタリストというメーカーの AH1 というギターについてるセミハードケースのご紹介でした。また違うところでお会いいたしましょう。